皆さん、こんにちは。マーティン、ャーヌ・ヤクーバー、金田です。ファースト、サード、セカンド、ガイア、超ユーティニティなプレイヤー、柏原純一さんのすごさます <coughs>。確かに、まあ、南海ホークス、まあ、ソフトバンク時代に、まあ、目立った活躍がなかったが、本当にすごいバッター、徐々に成長をつかみ、日ハムに移籍します。日ハムに移籍してから、なんと、ゴールデングラブ賞、ベストナインを獲得したそうです。確かに守備が大好評ではございます。はい。 確かに守備系で、ホームランのあと40本以上、足が速く、投塁もすっごい驚異的な選手です。はい。確かにオールスター選ばれましたが、オールスターでは日ハム全員選手数など大事件が起きたのも、びっくりしました。無事、オールスター出てよかったです。確かに凄かったです。その後、ハッシーが優勝した、1985年の後の日386年、獲得しましたが、目立った活躍はありませんでしたね。はい。結局、に対し、コーチなどを務め、YouTuber に転身したそうです。 柏原純一さん、本当に守備は好評で、大欲もどちらも好評です。拍手というわけで以上でございます。バイバーイ